きおにぎりを食べたことありますか？今日はボリュームたっぷりのおにぎりを紹介します。台湾おにぎりの特徴は横長くて大きい。今回選んだおにぎりの中身にはチーズ、ツナ、豚肉、台湾特製のたくあん、カリカリの揚げパン、たっぷりな肉伝部、そしてしっかり味付けされた煮卵が詰まっていて、一口で食べきれないほど驚きのボリュームです。おにぎりのご飯も紫米、白米、そしてミックスから選ぶことができます。このお店では20種類以上の具材から選べる豊富なメニューが魅力で、台湾ならではの味を楽しむことができますよ。注文してその場で作ってくれるので出来たてが食べられます。作っている様子を見るのも面白い。ここはリョーマーマーファントアン、 MRT グーティン駅から徒歩数分の場所にある、地元の人にも観光客にも愛されているお店です。いつ訪れても行列ができているほど人気があり、特に朝の時間帯はにぎわいを見せています。朝5時から営業しているので朝ごはんにぴったりですね。台湾旅行の際にはぜひリョーマーマーファントアンを試してみてください。